勝野よりは、日本の文部科学官僚。名古屋大学教授や、国立教育政策研究所次長、文部科学省科学技術、学術総括官を経て、筑波大学理事、副学長。長野県生まれ。1985年北海道大学法学部、卒業。1986年文部省入省。群馬県教育委員会障害学習課長。 文部省初等中等教育局教科書科課,課長補佐、文部省初等中等教育局高等学校科課,課長、補佐県高校教育改革推進室長心得、などを経て、2000年科学技術庁科学技術振興局、研究振興課基礎研究推進企画館。2001年文部科学省研究振興局基礎、基盤研究科基礎研究推進企画館。 同年名古屋大学教授2004年文部科学省初等中等教育局史学館2006年文部科学省研究振興局情報課長2008年文部科学省研究振興局学術機関課長2010年文部科学省高等教育局史学部史学行政課長2012年国立教育政策研究所教育家庭研究センター長 2014年国立教育政策研究所次長。2015年国立特別支援教育総合研究所理事。2017年文部科学省科学技術学術政策局政策課長兼科学技術学術総括官。2019年から筑波大学理事副学長を務め、筑波山地域ジオパーク推進協議会副会長なども兼任した。 ありがとうございます。